小机城は、武蔵国吉次郡小机里にあった、日本の城。現在は、小机城市民の森として、城の遺構が整備されている。小机城は、永享の乱の頃に、関東管領上杉氏によって築城されたとされるが、正確な築城年代は分かっていない。この城が歴史に登場したのは長岡下春の乱のうち1478年に起きた攻守戦である。三内上杉家の家宰であった長岡下春が父の死後に家宰職を相続できなかったことに橋を発し、主家に対する反乱を起こした。この時、影春の味方をした豊島氏が小机城に立てこもり、敵方の太田道灌が攻撃をした。この時、道灌は近くの集落の松の大木のもとに腰掛け、小机はまず手習いの始めにて、いろはにほへとちりじりとなると歌を詠んで味方を鼓舞した。ほどなく、鶴見川対岸の亀の甲山に陣を取り、約2ヶ月をかけて落城させたとされる。道灌が歌を詠んだ松は以後、硯松と伝えられ、3度の植え直しを経て、現存していたが、近年枯れてしまい、現在は石碑のみ残る。その後は廃城となったが、この地域が後北条氏の勢力下に入ると、北条氏綱の手により修復され、家臣の笠原信為が城主として配置され、小机衆が組織された。笠原氏は小机城を中心に、付近の村に僧侶を招き寺を建立するなど、城下の整備に力を注いだとみられ、江戸時代になってもその子孫は代々この地の付近に住んでいた。その後、城主は北条氏、行、北条氏政の弟三郎、北条氏公と変わっている。1590年の豊臣秀吉による小田原征伐の際には無傷のまま落城した。その後、徳川家康の関東入府の時に廃城とされた。城跡は地元の人々に城山と呼ばれ、1892年2月5日、吉次郡小机村の旧大寺は、小机としていた村名を改め、城があった里すなわち城郷村とすることを村議会で決定した。城郷村の名は、以後、各集落が1927年に横浜市に編入されるまで使われ、編入後も学校名などに城郷として残っている。2017年4月6日、続日本百名城に選定された。小机城市を縦断する第3京浜道路小机城の後は小机城市民の森として整備されているが、史跡指定等は一切されていない。城郭の主要な2つの郭とその間の細い郭は残されている。現在に郭とされている場所の一部では発掘調査が行われた。現在、本丸とされている西側の郭では、野球が行われたりしていて、遺構が徐々に傷んでいる。本丸の西側の一部は、第三京浜道路の建設の際に分断され、破壊された。また、この城跡の地下には、横浜線の城山トンネルが貫通する。第三京浜道路を挟んだ、郭の側には、堀切の痕跡があるが、それより、先の場所は、宅地となり、開発が進み遺構は確認できない。主要な2つの郭のうちどちらが主郭であったかは不明である。現在の表示では西側の郭を本丸としている。しかし、西村は東側の郭を主郭としている。八巻は小机城についての江戸時代からの調査、研究をまとめている。それによれば、主郭を東側とする者4人、西側とする者2人、東側から西側に移ったとする者2人。明示していないもの3人である。また、途上路は4つを挙げている。同じ旧城郷村内の大字寛大寺には、小机城の合戦で亡くなった兵士を供養した、九葉塚、十三塚や、太田道灌が小机方の残兵を処刑した、張り付け原、その地で宿が赤く染まったと言われる、赤田宿などの地名が存在していた。西村2010、八巻2019。ありがとうございます。